はいどうも、マシロチャンネルです。こんにちは、ナナです。今回はナナちゃんと一緒に撮影をしていくんですけど、以前安藤スポーツさんで水のプロのグリスを入れるということで沖園さんにグリスを入れてもらって、あれから約1ヶ月くらい経ちまして、使いましたか？何回か。いや、もうめちゃめちゃ使ってます。変化ってありました？音が全然違います。音パチンってなるんですよ。なるほどなるほど。グリスを入れるとこの補給面2枚の皮がぴったりと張り付いて浮きがなくなったりとか張りが良くなるっていうのがあるのでっていう話をこの前したんですけど、これ何年ぐらい使ってるんでしたっけ？4年ぐらいですかね。4年ぐらい。じゃあ5年目に突入みたいな。そうですね。このマークがまだ前のやつですよね。はい。で最近ナナちゃん無効図ソフトボールとかもやったりとか草野球で試合をしたりする中で、つい最近新しいソフト用ですか？ソフト用です。ソフト用、はい、もう本当についこの間です。あ、ついこの間で、それをちょっと今日ですね見せてもらってピッチングをしていこうかなと思います。はい。その皮の違いとか単純に野球用とソフト用何か違うかっていうのも見ていこうかなと思います。ちょっと本日よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、はい、こちらがそのソフト用グラブですね。はい。こだわったポイントは何かありますか？こだわったポイントは今まで色を遊べなかったんでちょっと可愛い色にしました。可愛い色。はい、わかりました。はい。じゃあそちらを見せてください。はい。お、こちらです。はい。赤とピンクとキャメルですか、これは？はい。なるほど。なんかあれですね、いちごショートケーキみたいな。ショートケーキみたい。はい。なんかその選ぶ際にはめたりしました？はい。この女性用でソフトボール用なんで、はい、ここがめちゃめちゃしっくりくるんですよね。あ、ちっちゃいんでしたっけ？はい。なるほどなるほど。でここが柔らかくなってて、はい、指当てが痛くならないし、ここもフィットできるようになってるんで、あのブレないですね。はいはいはい。薬指リング、はい。多分このシリーズって女性用って言ったと思うんですけど、はい、大きさ自体は普通のグラブの大きさ、はい、だけど手の中はフィットするっていう。フィットする。なるほど。ぴったりきますね。結構ぴったりですか？はい、ぴったりきます。この前割って選ぶときに、はい、確か S サイズから、まあ、ジュニアの L とかだったと思うんですけど、手の中比較したらやっぱりフィット感感じますか？いや、もう全然こっちの方が断然フィットします。おー、なるほどなるほど。ってことは本当に女性専用っていうのは間違ってなかったと。間違ってないと思います。なるほど。はい、はい。でカラーリングのこだわりというか、このカラーを選んだ理由。今までピンクとか使ったことなかったんで、ちょっと派手めな色を使ってみたいなと思って。なるほどなるほど。この色に、はい、バスケットウェブというかこの投手用のピンクと赤がこのクロスに入ってるというか、うん、あんまないですよね。ないですね。ないですよね。はい。で刺繍のローリングスロゴとゴールドラベルかな、これゴールドっぽいラベルに、うん、あとマークが2個入ってると。補給面をちょっと見せてもらっていいですか？はいはい。今肩どのぐらいつきました？ 100% でいったらまだ 20-30% くらい。 20-30%。 はいはいはい。ナナちゃん結構水のプロの時も縦にこう、はい、使ってましたよね。はい。ちょっと比較していきますか？はい。縦にこう、はいはいはい。で今のやつが、あ、ちょっとまだじゃあ弾くみたいな。そうですね。あ、じゃあまあここから慣らしていってと。はい。ソフトボール用じゃないですか、最近ソフトボールやってて。今何でやってるんですか、グローブは？今はこっちのグローブでやってます。こっちはやっぱりソフトボールと軟式のボールだと、はい、やっぱ大きさが違うんでどんどん広がっちゃうんですよ。 ありますよね、はいはい、でもこっちはもともと大きいから補給面が、はい、ソフトボール用だし、ちょうど取りやすいなって思います。なるほどなるほど、はい、じゃあどちらかというと今後使っていくのはソフトと、はい、まあ、あと練習とか。練習ですか？わかりました、はい、ちょっとじゃあ今日は実際にこの2種類を使ってピッチングをしていこうかなと思います。はい。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。じゃあ、はい、最初はいつも使ってる水のプロのグローブから使っていきたいと思います。前回いいグリスを入れてもらったのでピチってくる感じですごくいい感じに取れます。いきます。しっかりボールがはまるようになって、取りやすくなりました、すごく。ただ次に新しいグローブを使っていきたいと思います。これはソフトボール用なんでちょっとここが広いんですけど、公式のグローブに比べて全然軽くて薄いですね。どちらかといえばやっぱ公式の方が、公式ボールは硬いので分厚くて重たいんですけど、こっちはソフトボール用なんですごく軽いです。めちゃめちゃこっちの方が軽くて引きやすかったです。やっぱ重い方がちょっと引くのが遅くなっちゃうけど、こっちは軽いからすぐに引きつけることができたので今すごい投げやすかったです。
きます。チェンジアップ投げます。ここグローブ動くことがないです。前回のグローブはやっぱり男性用なんでちょっと隙間があってここがすぐ動いちゃったんですけど、今のグローブは女性用なんですごい手にフィット感があってピチッとくるんで、こう引いた時とかもズレがなくてすごく投げやすいです。はい、はい、というわけで実際にピッチングをしてもらいました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、実際にやっぱり投げてみて、まあ、公式用とソフトボール用重さが多分違うと思うんですけど、どうでしたか実際に、率直な感想は。いつも使ってる公式用はやっぱ分厚くて重たいので引く時にやっぱちょっと重みを感じるんですけど、はいはい、こっちは軽くてちょっと薄くなってるのですぐに引けたんで、すぐ体が回りやすかったです。なるほど。最後にその手のフィット感、狭めの女子設計だと思うんですけど、女性の選手で周りにもいっぱいいるじゃないですか、はい、そういう人たちは緩いなとかいう声はあるんですか実際。あーでも結構オーダーの子が多いから何とも言えないんですけど、はい、どうなんですかね、もしかしたら多いかもしれないです。気にしてないだけかな、はい、逆に守備手とかをしてフィット感を上げるっていう方法があるじゃないですか、はい、奈々ちゃんの周りの女子選手で守備手使ってる子ってやっぱ多いですか。あ、もうみんな使ってます。あ、基本全員使ってて、痛いし、あんまりそれが当たり前だったから気にしないと思います。なるほど。じゃあ女子選手はもしかしたらその守備手をする理由は、まあ、痛みもあるんですけどフィット感を上げるための可能性もあるので、まあ、こういうフィット設計、はい、タイト設計な女子用グラブっていうのはもしかしたらもうドンピシャな可能性もある。あるかもしれない。わかりました。ぜひ女子の選手の方はチェックしてみてください。はい、また何か面白い野球技ありましたら紹介しますのでチェックの方よろしくお願いします。それでは手の足チャンネルは以上です。ありがとうございました。そして今月のプレゼント企画がこちら、 GS スパイクのセミオーダー権利になります。5月に新色が発表されますので、そちらも加えてオーダーをできるような形になっております。大井とゴリスポが愛用している GS スパイク、ぜひ皆さんも履いてみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。そして自分らが監修する GS グローブ、スパイク、そしてウェアも販売しております。このキャラメルシリーズは3月下旬に販売開始されますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。 GS グローブ、スパイクを使って週末の野球、部活を楽しんでください。動画の概要欄のリンクから購入することができます。ぜひよろしくお願いします。イウリュッシュ。Thank you.